ストレートエニアグラムタイプ4の、うん、まあ、口説き方、口説き方、付き合い方、うん、どうやってお願いしましょうみたいな、うん、このタイプ4編、うん、タイプ4の人っていうのは、うん、まあ、今日もこのエニアグラムでパートナー探しと、うん、エニアグラム9つの性格診断というのでちょっと進めたいと思ってるんですけど、うん、この人たち、プロフィールとしましてはですね、うん、個性的でありたい、うん、他の人とは違っていたいという欲求の強い人ですと、うん、自分が何者であるかを見出したいという気持ちを持っています、うん、で価値判断の基準としては、うん、まあ、自分の感性に合っているかどうか、うんうん、感性に合わないものは拒否、うん、で好きか嫌いかでものを判断しますと、うん、なんで前にやったタイプ3の人だと、うんうん、まあ、好きか嫌いかよりもステータスみたいな、うん、自分のためになるかみたいなところはあったんですけども、これは本当自分が好きか嫌いかで決めますよと。で人との付き合い方としては、うんうん、まあ、タイプ4、うん、有利タイプで反応タイプ、うん、なので、まあ、人から離れ自分の内面にある感情や空想の世界に引きこもろうとする傾向がありますと、うんうん、っていうこんなタイプ4の人、うんうんうん、例えば、まあ、有名人で言うと、うん、まあ、男性だと、まあ、これは例えば、まあ、いろんな意見があるでしょうけども、うんうん、まあ、あるところで書かれていたのは、うん、マテオシナオキさんとか、うん、須田まさきさんとか、うん、山田孝之さん、うん、まあ、これはあのマイケル・ジャクソン、プリンス、ジョン・レノンっていうのはちょっとどんな人かは、人となりはあんまり日本人には伝わってこないですけど、うん、でもイメージ的にはこっちの方が近いかな。そうです、マイケル・ジャクソンとかすごいっぽいですよね。ぽいタイプ4、はい、なこっちはまだ有利タイプっぽいけど、うん、まだ微妙ですよね、はい、見方によって本当に4かなみたいな、まあ、又吉さん5って言われる方もいらっしゃいますし、うんうん、菅田将暉も4かなっていう人はいるでしょう、うん、はい、で、うん、あと女性の場合だとレディー・ガガさん、うんうん、アンジェリーナ・ジョリーさん、うん、まあ、知るすべもないんですけど、うん、ただ、まあ、レディー・ガガさんを見ると、まあ、その特別でありたい感はありますよね、うん、特別感、そう、肉のドレス着たり、肉のドレス着たりっていう、うん、どう表現するか、うんうん、で、あとは、まあ、日本人でいうと、高畑充希さん、うん、もう、まあ、まあ、知るすべもないんですけどね、うん、あと、まあ、壇蜜さんなんかも挙げられる人はいます、うんうん、っていう、どうやって落としていこうか。でまあ、その前に、うん、まあ、このタイプ4の人たちの恋愛傾向として、うん、書いてあるのは、うん、タイプ4は誰かを好きになればその相手を空想の中で理想の恋人に仕立て上げます、うんうん、で相手に対する思いを募らせていく、うん、で自分のことはイメージを、うん、この人のイメージを作って愛していくと、うんうん、なんでその実際に付き合い始めると今度は現実の相手に幻滅する、うんうん、幻滅を感じたり、会っている時は退屈だと、うんうん、俗物目みたいな、うん、退屈なんですけど自分で作った理想とは思いを焦がれて、うんうん、まあ、未練を募らせるようなことがありますよと、うんうん、で、激しい感情を味わいたくて、うん、例えば交際相手の前で芝居がかった行動を取ることもあります、うん、あ4ポイですね例えば、まあ、人目もはばからず恋人の目の前で泣き出したり、うん、深夜に急に会いたいって電話をしたり急にやってきたりとか、うんうんうん、あと喧嘩になると雨が降ってるのも構わずに傘もささずにバッと飛び出していくとか、うん、その感情の赴くままに行動しますと、うん、なんでその実った恋よりも破れた恋の方が真実味があって、うん、その私は他の人には体験できない本当の恋をしたと思い込んでしまいます、うんうん、また自分が手に入れることができなかったものを、まあ、理想化する傾向があって、うん、その自分の恋人やパートナーよりも友人の恋人、うんうん、パートナーの方が魅力的に見える、うん、いやそっちの方がドラマチックだから手に入る人よりも手に入らない人を好きになって、うん、キュッて、そう、自分に酔ってるんですねいつも毒コメントがいつも毒で、まあ、そういった相手に恋を抱いて、うん、そのスターのような手の届かないところにいる相手に恋心が芽生えたりしますと、うんうんうん、で、
まあ、自分は結婚向きではないと考えながら、うん、まあ、案外若くして結婚することもありますよと、うん、ただその結婚していながら結婚には束縛されない、うん、自由な人間でいたいという思いが強くて、うん、まあ、結婚していても独身のように振る舞おうとしますと、うん、なんでまあ特別な人、うんうん、なんでその普通に結婚するのは私らしくないと思えば、うんうん、独身のように振る舞う、うん、っていうのは、まあ、あり得ることですよね、うん、でそのパートナーの付き合い方としてこの人たちが取るのは、うんうん、気まぐれな行動やその時々の気分をまき散らすことでパートナーを感情的に振り回します、うんうん、まあ、それはもう、ね、目の前で雨の中バーッと飛び出してったりその急に会いたいって来られたりするとかなり振り回されますよ、ね、振り回されますよね。その常識人足らんとするタイプ6としてはもう 困るもうタイプ中的にはめんどくさいですよ自分の安定安心を脅かす存在、うん、そうですよね。平穏でいたいと思ってるのに抱きながら電話とかすごい振り回されるみたいな。すいません、いえいえ、6と9のタイプ同士がやるとまあこうなっちゃいますよね、はい、で、まあ、自分だけが傷ついたり落ち込んだりしているかのように思い込んで、うん、相手の気持ちを考えずに意地悪いことを言ってしまうことがあります、うんうん、で相手が感情的に反応しないと、うん、どう思ってるの、うん、何も感じないの、うん、などと相手の気持ちを詮索しようとするでしょうと、うんうん、でもしタイプ4の人がパートナーとの関係をより良いものとしていきたいと思っているなら、自分自身の感情をコントロールして、うんうんうん、まあ、機嫌を取らせようとするんじゃなくて、うん、むしろ相手が気持ちよくなれるように気を使ってあげるべきです、うん、なんでこの人たちの、統合の方向はタイプ1、タイプ1、タイプ1ですよね、うん、なんでその、まあ、ちゃんとルール守りましょうまあ今の話の流れでいくとそんな感じですかね。まあ、適切な距離を取って、うん、そう、相手のことも考えてあげる、相手のことを考えてちゃんとこう常識的な行動をしましょう。特別じゃない特別でありたいって思ってるから常識から外れたことをするわけじゃないですか、世の人。そうですね、ドラマが、うん、ドラマチックな、そうそう、ドラマチックな展開を期待して、はい、期待して、まあ、悲劇のヒロイン、その体験が多分重要なんですよね。なるほど、うん、だけどこう相手との関係そのままだと崩してしまうから、こうもうちょっと常識的な、それはとらわれだと気づいてっていうところじゃないですか、4の人。でもこれは今回の話は4の人を口説く場合ですからね。そうですよね。なんでこのこういう人たちだと、もう、うんうんうん、あえてドラマチックに乗るっていうことですかね、うん、なんかそうだと、まあ、うん、そので喧嘩してバッて雨の中行こうとしたら、うんうん、待てってこっちも追いかけて、そう、雨の中肩を掴んで人前でブチューですよね、多分多分そういう、まあ、激しい体験を求めてるのかなっていう、はいはい、だからすごいあれ、口説く時もすごいロマンチックな、あ、トランク開けてごらんってパカッて開けるとバーってバラが置いてあるとか、多分そういう感情を刺激するような、そういうことですよね。僕の一番苦手なとこですよ、多分。僕は結構そういうのはでもまあ今はタイプ、そのエニアグラムっていうのを知ってると、うん、どのタイプにそういうのやればいいかっていうのはなんとなく分かるんですけど、うんうん、僕はあの一回バラ攻撃はしたことがあこのハゲのくせにバラ攻撃はしたことがあって女性がドン引きしたんです。4だったら多分いける、良かったかもしれないですね、これを知ってれば。そう、4じゃない人にやるとドン引きするかもしれない。でこの4の人たちと、うん、まあ、どうやって付き合って、うんうん、どうやってそのこの人たちの懐に入っていこうかっていう、この、まあ、6の発想どうご機嫌取ろうみたいな、うん、というところとしては、まあその彼らの創造性、うんうんうん、洞察力、うん、感情の深さを評価する、うんうんうん、この人たち結局そういうところを求めて、そういう個性的な行動をしてる、褒めるというか、うんうん、認めてあげるというか、多分こう口先だけで褒めても多分そこを見抜かれる。なるほど、深く見てますね、深く見て、はい、あ、これいいですねとか言っても本当にいいって思ってんのかよってバレますね、私バレちゃうんで、はい、まあ、そうするとこうやっぱり真剣に見る必要はあるじゃないですか。 そうですね、その相手のことを真剣に見て、でどう評価、うん、
したのか、でその評価のポイントが合ってたりすると、うん、あ、そうそうそう、ギュッとつかめますね、うん、それは。だからまあ観察が必要ですよね。大変ですよね。難しいな。で、付き合いを無理強いしてはダメですと、うんうんうん、なぜなら、まあ、有利タイプなんで、うんうん、またこっちの世界に連れてこようとするのは NG ですよ、うん、そうそうそう、だから寄っていかなきゃいけない。なるほど。であとはその彼らの感情と移り変わる気分を認めて、うん、それがあなたにどう影響するのか正直に、うん、まあ、言ってあげる、うん、っていうことが大事ですよと、うん、あとその彼らが誤解されたのではないか、うん、で恐れているときはもっと、うん、いや情報を客観的に見るとこうだよとか、うんうん、っていうのを自分の世界で、うん、想像で作り上げていくので、うんうん、いや客観的にはこの情報はこういうのがあるよっていうのを教えてあげると、うんうん、あの取り戻していきますと、うんうん、あとはその愛情を頻繁に示す、うんうん、遠くに行かないよ僕は、うん、ドラマチックに言えるといいですね。ドラマチックに、でも芝居の世界じゃないですか朝から会うときは。でも僕はちょっとそこに合わせる自信はちょっとあるんですよね、うん、好きになればあ、好きになれば全然合わせますけどね。なんせべったり追従のタイプ6なので、うん、そこがでもタイプ6のいいとこですよね。いいとこなのか悪いとこなのか。であとはその、うん、批判されると、うん、彼らは屈辱感を増すということを忘れないよ、うん、なんでその彼らの作った世界観とかは、うん、決して屈辱を浴びせたりはしないと、うんうん、ディスったりしない、うん、で彼らが非現実的過敏、うん、空想にふけているときは、うん、それがあなたにどう影響するのかを優しく正直に言ってあげる、うん、なんでまあ私違和感があるなら、まあ、それは正直に言うのがいいのかもしれません、うんうん、正直に言うのがいいですよと、うん、あとはその彼らの苦しみに安易な解決策を与えないでください、うん、苦しみたいんですよドラマチックに苦しんでる私、うん、もあるし、はい、私の気持ちはお前には分からないっていう、あ、分かられてたまるかなんですよ、ね、分かられそう特別なんで、そう分かった瞬間に特別じゃなくなってしまう、 そう生きていけないって特別じゃない、あ、一般の普通の人では理解できないことを私は思ってるから、にこんな俗物な人間に分かるよって言ってもお前は本当に分かる、合わせてるだけだろうみたいなことを思ったりする、分かられたこんな私みたいな、うん、難しいですね、うん、あとはその彼らが本当に望む時だけ元気つけるよ、うん、なんでヘルプっていうのが具体的になった時だけ手を差し伸べる、うんうん、それ以外はその彼らの世界を認めてあげる、うんうん、で彼らには感情に取り組み感情を表現することが必要です、うんうんうん、でその感情を大切にしてあげる、うんうん、だからこう泣き出したりとかですよなるほど、そう感情が一番こう感情の起伏が一番激しいタイプがタイプ4っていうじゃないですか、はい、なのでその体験が多分重要なんじゃないですかね。なるほど、うん、何かあったら笑って悲しんで、なんで泣いてるからって安易に解決策を出したり慰め落としたり、泣きたいんですよ多分この人は。なるほど、どう一緒に泣けばいいのかな。一緒に泣けばいいかもしれない、まあ、黙って見守るとか。なんで笑いをこらえてるんですそう、何ですかね、難しいですよね多分、まあ、個性的な人なんで僕なんかには理解できない、あ、理解されたくもないだろうし、されたくもない、でもされたくない裏にはされたいんですよ、うん、まあ難しいんですよ。そうですね、そうされたいと思いながらされたら嫌みたいな、はい、人に理解されたい、人に認められたい、うん、今ここで、うん、使うと、うん、そうなってる状態っていうのを見てあげる、うんうんうん、安易な理解ではなくて、うんうん、悲しいんだねっていうことですかね。そう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 、悲しいんだねってことじゃないですか。これは難しいな。なるほど。難しいですよね。で、まあ、こうすればもっとタイプ4を支えられますっていうところでいくと、うん、僕には激しい感情や怒りを表現してもいいんだよ、うんうんうん、僕にはそういうことしてもいいんだよっていうのを気持ちにして伝える、うんうん、あとはその
攻撃的になったり消極的になったりっていうパターンを示しているときはこっちが動揺しない、うん、でそのことを動揺せずに4の人がこちらを見てどう感じているかを把握して必要なら相談乗るよっていう、うん、こっちが一緒に振り回されちゃうと2人でぐるんぐるんどんどん、うん、動揺しないのが僕得意ですよね。そうですよね。常に冷静ですもんね。常にこう上の方から見てうーんって。であとはその独立と自主性を求める彼らの欲求を理解してあげる、うん、あとはその今を楽しみ想像、例えば文章を書く、うん、絵を書く、音楽を聴く、音楽を作る、ダンスなどを通して作品を世に出すように力づけてあげる、うんうん、やっぱりそのよく4の人が向いてる職業として、うん、まあ、アーティストタイプ、うんうん、芸術家なんて言われますけど、うんうん、やっぱりその表現っていうのが出てくるんですね。多分そう、自分の感情を表現してるんですよね、作品だったりとか、そういったもので。なのでこう、こうセンスというか個性的なものが出来上がる。もう多分服装とかも人とは違った感じなんでしょうね、うん、私の知ってる、うん、あのタイプ9の人だと毎回爪の、うん、タイプ4の人だと、うん、毎回爪の色が違うと、うんうん、爪の色に合わせて、うん、なんかちょっと差し色になんかこういうアクセサリーがついてたりみたいな。だからなんか世間の流行とかじゃないですね、自分で考えてこれがいいみたいなのを着てたりと か、ね、だから決してその人はビティール画像を持たないです、うん、あ見たことがない、うんうんうん、いつもフリフリのフリフリの、はい、うちの傘ってビニール傘ばっかりで雨が降るたびに買って次行きましょうか。自己保存が低いですね。であとはその彼らの同情心を生かせるような意味のある仕事を探すように励ましてください。やっぱりその一般的な、うんうん、その一般的なというかその例えばよくタイプ6が合ってると言われる公務員とかサラリーマンとか、そのルールが大事ですっていうようなところだと人とは違うところにいたい、人と一緒であってはいけないと思っている人たちは苦しいかもしれないですね。苦しいと思いますよ。なんでそういう人にはちゃんといろんな仕事、こんな仕事があるんじゃないとか、こんな表現したらっていうこともやってあげる、まあ、確かに今だとその、まあ、文章だとブログ出てきたり、音楽とか作ったら YouTube で発表したりっていろいろ道はありますもんね、まあ、だから自分のあれを表現できるような仕事が向いてるってとこですよね。アーティストとか、まあ、そんな感じじゃないですか、はいはいはい、サラリーマンだとしても、あ、そういう分野も持っておく、うんうんうん、はい、なんかこう、まあ、僕の周りでいくとグラフィックデザイナーとか、はい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 、で結局こう自分の感性をこう作品にみたいな、そうですね、うん、まあ、そういうのが向いてるのかなっていうっていうタイプ4、うん、くどくときはドラマの主人公になってる人の横に行って織田裕二になるってことです、ね、織田裕二になる。そう、トレンディードラマ、トレンディードラマの俳優となってくどく、くどく、うん、多少ドラマがかかったことでも、うん、ありむしろそっちがありなんじゃないですか。平凡に俺の嫁になってくれないかぐらいよりは、うん、フラッシュモブ、フラッシュモブとかやった方が、お無理って思っちゃうんですけど、うん、やっぱりドラマチックを求めるんだと、そう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 、まあ、やっぱあんだけ無理っていう声がありながらも、うんうん、フラッシュモブありっていう波紋いるっていうことはやっぱり、うんうん、受け取り方は違うってことですね。受け取り方は違う、まあ、なので嫌な人は嫌なんですよ、うん、まあ、くどくポイントは4に限らないですけど、相手をしっかり見ろってことですね。ああ、そうですね、きっと。うち嫁に言ったら別れるって言われましたけど、フラッシュモブやられた時点で別れる、もうその場で別れると。6は嫌なんじゃないですか。6は嫌なんですかね。あっちの嫁も多分6かなって思ってるんですけど、そういう恥ずかしいと、恥ずかしい、人前で恥ずかしめるなと。その恥ずかしめるなっていう気持ちは僕も分かりますよ。あ、うん、僕はなんかやられたんだな、あーって驚くふりはするんだろうなっていう、この追従、追従、多分6の人だったらその場では追従するかもしれないですよね。そうですね、帰った後に何あれみたいな、あ、怖い怖い怖い、後が怖い、後が、はい、ちょっと恥ずかしいからやめてみたいな。絶対そうですよ、ね、でも受け入れられるかもしれない。受け入れる、
なんかそう、まあ、フラッシュモブが受け入れるかどうかは分かんないですけど、別としてそのドラマチックな、ドラマチックな展開っていうのは憧れてるんで、まあそういう白馬の森、白馬の王子様の森、そう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 、もしくはシンデレラの森、そう、なので、まあ、あとは何が好みかをちゃんと見極めましょうですよね。はいはいはい、トランク開けたらバラかもしれないし、聞かれましたけど、はい、っていう何が好きかをこうちゃんと見て、それに合わせたドラマチックなことをするみたいな、はい、でエニアグラムを知ると、うん、その各タイプなんとなくこの子はそうかなっていうのが分かって、うんうん、その子の好きなこととかに、うん、その合わせることができるっていうのはエニアグラムのいいとこですよね。いいとこですね、はい、タイプ6のいいとこですよあ、そうですね、合わせられる、そうですね、確かに、うんうん、あでもまあ知っておくといいですよね、うん、知っておくといいですよ、うん、まあ合わせられるしか出てこないんですけど合わせどう、まあそのコントロールするかとか、うんうん、っていう、うん、本当にだから使いこなすことができれば、はい、多分すごいですよ、タイプ4くどけますよ、いけますよね、うん、ぜひ、はい、悪用現金で、悪用現金で次はじゃあタイプ5の、タイプ5の、くどき方を、はい、勉強したいと思います、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、チャンネル登録もよろしくお願いします。